どうもハゼ太郎です、今回はね掘り出しをしていきたいと思います。今回掘り出していくのはこちらネパレンシスですね、ネパールコクワガタアルナーチャルプラディッシュのタワンさんですね、こちらは、九十九里クワガタファームさんで、去年かな、去年の初売りの時の、ね、福箱の中に入っていた幼虫たちが、羽化したものになります。実際はね活動をねちょっと始めちゃったみたいなんですよ。なので、もうこれねオスなら分かりますけど、そろそろね掘り出さないと危ないんでやっていきたいと思います。じゃあね早々にやっていきましょう。今回はねこちらのネパレンシス、河原菌糸ではなくて、普通にね平竹ですね、大平竹、そっちで、羽化させています。で、低温でね一応管理ちゃんとしていますんで、で菌糸もねこの1401本だけです。果たしてどのくらいね大きいのが出てるのか楽しみですね。でもうこれはね上出てるやつなのでもう開けるだけですね。よっ、おう、見てくださいこのお酢、完品ですね。ディンプルとかも全然ないね、完品でこのオスは羽化しています。どうですかね大きさ的には。60ミリは超えてると思いますね。全然後でね計測したいと思います。2つ目がこれなんですけど、これはねもうオスなの確認できてたやつですね。この1個だけが葉質がね外から見えていてオスだったんですけど、他のやつは見えなかったんで自分はねメスなのかなと思っていたんですよ。そしたらまあ最初のやつオスだったんで、とりあえずこれがオス2ですね。どうかな。あ、出てきました。あ、このオスは残念なことにちょっと前気味ですね。ちょっとした羽パカと、あとここにディンプルがありますね。大きさとしてはまあさっきのやつとそんなに変わらないのかなっていう感じですね。あとこれね3本目、もう中でだいぶ動いてるみたいです。あれマジか。これなんと3頭目はこれもオス、しかもめちゃくちゃ不全してる。顎もなんか
変なことになってるし、足もすごいですね。これはどうやら溶化した時にうまくいかなかったみたいですね。溶化不全でなんとか浮かしたっていう感じみたいですね。いやー、かわいそうです。そして最後の一本、これなんですけど、こうなってくるとね、これがメスでないととても困りますね。洋室は外から見えていないんで、さっきみたいな不全だったりしない限りはメスだと思いたいんですけど、ここに空洞が。果たしてどうだ。あ、わかるかな、ちょっと暗くて見えないかな。メスです。よかった。どうだ、体は大丈夫か。あ、完品のメスです。いやー、よかった。いやー、これがね、本当オスだったらもうとんでもないことでしたね。メスです。はい、で結局ね、オス3メス1、そのうち2匹がね、不全ということで、完品のペアはね、ワンペアだけということになりました。まあ不全しちゃったのは非常に残念ですね。まあ一本返しっていうことで、書類とか、まあ、2例くらいの段階からもう入れっぱなしにしてあるんですけど、菌糸の劣化っていうのはほとんど見られていませんでした。けどね、なぜか知らないけど不全になってしまいましたね。まあちょっとこればっかりは原因よくわからないんで何ともしがたいんですけど、まあおそらく、一時的にね、こう外に、まあ、あの基本的にはワインセラーの中に入れてたんですけど、一時的にね、温度調整の関係で出したりしてた時があったんで、その辺がいけなかったっていうのがあるかもしれませんね。まあね、今後ね、そのあたりも気にしながらやっていきたいと思いますけど、まあちゃんとした原因はね、わからないんで、このあたりについてはね、まあ後々またね、検証とまでいかないですけど、見ながらやっていきたいと思います。じゃあね、早速計測ですね。まずメスからやっていきます。ほら、これメス、このメスの顎いいですよね。ほら、内視とか上にね、こうしっかりと内視が立ったりしてて、とてもかっこいいメスですね。サイズは、約 44.5 ですね。まあ割とね、普通なんじゃないかなと思います。決してすごい大きいっていうわけではないと思うんですけど、まあ、あんまりねネパレンシス数やってないんで、まあこんなもんかなという感じですね。そしてオスですね。これ完品のオスです。67.4mm ぐらいですね。まあ70はやっぱりないですけど、まあ十分、まあまあな感じかと思います。まあ、このくらい出ればね、十分かなとは思いますけどね。まあ、ここら辺はね、きっと目指せ 70mm っていうところなんでしょうね。
一応浮か不全の子もね測ってみたら 68.3 ぐらいありました。いや非常に残念ですね。まあ何が残念ってよくよく見たらこの子わかる？この足ほら右足がねここも折れてるんですよ。まあ動いてはいるんですけど折れてます。不全ですね。特に左の後ろ足は不接の方もちょっとここに関してはもう力入ってないみたいですね。まあ種親としてはね十分使えるとは思うんですけど、まあこの子はね、ちょっと残念な結果でした。ということでですね、掘り出しを行ったわけですが、まあ、なんとかねペア揃うことはできました。で以前もね、ネパレンシスはやってたんですけど、まあ、ブリードがうまくいかなかったんですよね。ですので今回はねなんとかブリードの方も成功させたいとは思います。前回ねブリードさせようとした時はね、まあ、ちょっと時間をねしっかりとね、羽化してから取った結果ね、時間時すでに遅しということになっていたんで、今回はそうならないようにね気をつけたいと思います。やはり目標はね70ミリオーバーですね。それではね、今回の動画は以上になります。まあ、ネパレンシスはね多産なので、幼虫一度産むとねどんどん出てくると思うんで、まあ問題なのはしっかり産ませられるかどうかだと思うんでね、その辺頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。